バウルサクは、中央アジア、イデルーラル、モンゴルで主に作られている揚げパンである。バウルサクは、クッキーやビスケットの一種として見られることもあり、またその調理方法からドーナツと比較されることもある。即製パンの一種とされる。火にかけた火山でボール即を揚げる様子。キルギスバウルサクはシンプルなパンに似たものから、甘く、パリパリとした食感のものまで作り方によって、多種多様である。 典型的なキルギスの作り方では、バター、塩水、牛乳、イースト、小麦粉を用いる。鶏卵や砂糖を加える場合もある。カザフスタンのバウルサクトルコのピシ中央アジアではあまり見られないが、バウルサクは生地を細かく切り分け平たくすることがあり、揚げる前に曲げたり結んだりして成形する。これは特にモンゴルにおいて一般的である。 生地は綺麗なキツネ色になるまで揚げる。モンゴルでは香り付けとして、用紙を伝統的に用いるが、植物油も代用として用いることがある。チーズを乗せた、ハンガリーのラーンゴシュブルガリアのメキサバウルサクもしくは、バウルサキはカザフスタン発祥のドーナツに似たペーストリーである。バウルサクはパン生地を揚げて作られ、丸型もしくは三角形に成形して作られる。生地は小麦粉、 イースト、牛乳、卵、マーガリン、塩、砂糖、油を使用して作る。バウルサキは、シュルパと共に食べることも多い。タジキスタンでは、ブスラクを揚げる前に、パン生地に、コシキの裏側を押し付けて十字の模様をつけることが多い。キルギスのボールツクは、デザートとして食されることが多く、砂糖、バター、蜂蜜をつけて食べる。モンゴルや、 その他のトゥルク系民族はバウルサクを茶に浸して食べることもある。ラーンゴシュはハンガリーの料理で小麦粉、イースト、塩、水を用いて作った平たい生地を揚げて作る。ラーンゴシュには水の代わりにヨーグルトやサワークリーム、牛乳を入れて作ることもあり、少量の砂糖を加えたり小麦粉に茹でて潰したジャガイモを入れることもある。マッシュポテトを入れたものは クルンプリシュラーンゴシュと呼ばれる。ラーンゴシュは揚げたてを食べるものであり、上にサワークリームや粉チーズ、リップタワー、ハム、ソーセージ、おろしニンニクもしくはガーリックバターをのせて食べる。マッシュルーム、クオーク、ナス、キャベツ、ケフィア、オムレツ、粉砂糖、ジャムなどを添えて食べることもある。ラーンゴシュは家庭で調理するか通りの屋台で買って食べることが多い。 伝統的にラーンゴシュはレンガ作りのオーブンの火に近い部分で焼くことが多い。ラーンゴシュはパン生地から作られ、新しいパンを焼いた日の朝食として出される。現代ではレンガ作りのオーブンを持つ家庭が少なくなっており、家庭ではラーンゴシュを焼く代わりに油で揚げて作ることが多くなっている。ラーンゴシュはハンガリーだけでなく、オーストリアのレストランでもファーストフードとして、 販売されている。オーストリア、特にウィーンでは、ラーンゴシュは、プラーター公園のような遊園地やイベント会場において、非常に人気のある、ファーストフードとなっている。ラーンゴシュは、チェコ、スロバキア、クロアチアでは、ランゴシュとして知られており、セルビアでは、ラングシュと呼ばれている。ラーンゴシュは、ルーマニアでも、人気のある料理である。ラーンゴシュは、 アメリカンインディアンが作るフライブレッドと類似点が多い。メキツァはヨーグルトを加えたパン生地を揚げて作るブルガリアの伝統料理である。生地は小麦粉、卵、ヨーグルト、膨張剤、水、塩、油を使用して作り、伝統的にジャムやフェタチーズを添えて供される。朝食では砂糖や蜂蜜をかけて食べることが多いが、ヨーグルトと共に食べることもある。メキツァは ハンガリーのラーンごしと類似点が多い。ありがとうございます。